当時では珍しい電気ストーブが使用されました。栄一が愛した飛鳥山にはその面影が多く残されています。ここにいていいですか？ジュニのしたいことだけを考えればいい。めっちゃ頑張り屋さんね。すごい無理してそう。ありがとう。彼がレイジのことを週刊誌に売ったの。レイジ、これ本当なの？遺言を言葉だったんですね。青木荘相続ですか？残すなりなくすなり、全部自由にしてほしいんだ。群青領域、26日金曜、夜10時。なくしていいって、レンさんは思いますか？今日の J リーグ中継は J リーグタイムとのスペシャルコラボでお送りします。さあ、テーマは切り取るということで、はい、私たちの視点で、まあ、J リーグ面白いんですけども、はい、さらに面白いものを伝えられればな、思っておりますので楽しみです。はい、今日は徹底的に切り取ります。お二人とお伝え